北国新聞ニュースをお伝えします日本現代工芸美術展石川展が昨日から始まり工芸美術の新たな可能性に迫る力作が並んでいます石川展は現代工芸美術家協会が今年4月に東京で開催した60回記念の本店の巡回展です金沢21世紀美術館の会場には 陶磁や漆、金属、染色など多様な分野の重鎮から若手までが手掛けた95点の作品が並んでいますこのうち、教会の会長で石川会名誉顧問を務める大飛東野菜さんは園熟の境地を示す陶磁の作品を寄せました教会の理事長で日本芸術院会員の奥田さゆめさんの人形や 日展の新理事長に就いた宮田良平さんの金属作品なども訪れた人たちの目を引いていました一方、若手の活躍も目立ち金沢市の野田良馬さん26歳は2.5メートルのトンボを間質技法を駆使して制作し初出品ながら現代工芸大賞を射止めました 日本現代工芸美術展石川展は、今月19日まで金沢21世紀美術館で開かれています。同じ会場では、石川の現代工芸展とチャリティ商品展も同時開催されています。金沢市の出芸作家が、地区およそ130年の金沢町屋を活用して、 念願の工房を開きました金沢美大卒業で失芸作家の池田照正さん三十四歳は大学時代に慣れ親しんだ小田津の周辺に工房を持つのが念願でしたそして金沢市の工房開設奨励事業を利用し先月末には小田津の山頂目にある 地区およそ130年の金沢町屋の改修を終えました改修にあたってはかつて活版印刷業を営んでいたこの町屋を生かし昔ながらの梁や入り口から奥まで続く土間を残したほか国の内外から客を招待できるよう和室も用意しました伝統的な建築の装飾に魅せられ失芸の道を志した池田さんは 町屋の歴史を感じる雰囲気が好きと語り螺鈿で微細な数字や模様をあしらった箱や茶道具などを制作しています念願の工房を開いた池田さんは来年3月にニューヨークで初めての海外古展を予定し世界の美術界に日本の工芸を持ち込みたいと創作に一層精を出しています さまざまな人たちの共生を目指すイベントの一つとして今年秋に金沢市で金箔などで彩られたファッションショーが企画されることになりました金沢市は6月補正予算案にスポーツ共生社会推進事業の費用として530万円を計上していますこの事業について昨日の市議会で自民の 荒木宏文議員が質問し金沢市側は今年秋に障害のあるなしにかかわらず楽しめる複合的なイベントを開催し共生社会への理解を深めてもらう考えを示しました具体的にはボッチャや車いすバスケットボールなどのパラスポーツ体験や金箔や加賀友禅で彩られた義足でのファッションショーなどを企画しているほか 車椅子に乗って市内を巡る案内ツアーなども検討されています。金沢市は昨年度、スポーツ推進計画を改定し、今年度はブラインドサッカーの体験学習を小学校で実施します。金沢の高林坊と武蔵月時間の運賃が来月から北陸鉄道に続き JR バスも、 現在の100円から200円に変えることにしました。西日本 JR バスは、金沢市中心部で回遊性を高めようと、2002年7月に、高林坊と武蔵月寺、大見町市場間を100円に割引運賃制度を導入しました。しかし、新型コロナの影響で利用者が激減しているため、JR バスは昨日 今月末でこの区間の割引を終了させ来月1日から通常運賃の200円にすることを発表しましたすでに北陸鉄道も同じ区間の割引運賃制度を今月末で終了させることを発表しています西日本 JR バスによりますと高林房・武蔵月時間の乗車人数はコロナ前の2019年度でも 一日平均で12人と低調でしたが昨年度は4人にまで落ち込んでいました県産の高級ブドウルビーロマンの生産者などが昨日、香川市などで生育状況を確認しましたこの産地巡回は生産者などで作るルビーロマン研究会が香川市や金沢市 河北,北市など県内5。カ所で実施しました。このうち、加賀市大聖寺、畑山町の西村葡萄園では、研究会の会員など、およそ30人が温度や湿度などの生育環境を確認しました。今シーズンは県内の農家117件がルビーロマンを栽培し、春先からの良い天気によって生育は良好で。 来月中旬から出荷が始まります。出荷のピークは8月中旬から下旬にかけてで、県内や関東、関西の市場へと出されます。昨シーズンの出荷実績はおよそ2万4千草でした。